武田光雄は日本の海軍軍人。海兵70期。最終階級は海軍隊員。1920年、東京市にて豊田定次郎の次男として生まれる。後、後取りのいなかった母方の祖父、武田秀夫の養子となる。公開海,海戦に参加した祖父は、幼少期の光雄に多大な影響を与えた。 東京高等支配学校付属中学卒業後の1938年、海軍兵学校に70期として入校。海兵68期の坂巻和夫とは、軍隊が同じだった。1941年11月15日、海兵70期は、繰上げ卒業することとなり、練習公開や天皇への配列もなく、直ちに実戦部隊に配属された。武田が配属されたのは、 祖父が手掛けた巡洋艦、青葉の水雷師だった。間もなく太平洋戦争が勃発。青葉は第四艦隊の霊下となり、武田はグアム島攻略、ウェイク島攻略、ラバウル攻略と南太平洋各地の戦闘に参加。35海海戦では対空戦闘の見張り補佐として、幸チオの最後を見届けた。1942年6月1日、 海軍将尉に任官。軍服の上着と探検は、祖父の形見の品を用いた。7月17日、航海士に配置が変わり、第一次ソロモン海戦に参加。サボ島沖海戦にて、敵軽巡、ヘレナの放った砲弾が、青葉を次々と直撃、79名が死亡した。武田も、環境床下,下で炸裂した砲弾により、重傷を負ったが生還。 戦勝が言えてから、空母、巡洋分隊長として、輸送作戦に従事し、駆逐艦、浜風水雷長として、マリアナ沖海戦、人沖海戦などに参加。戦艦、ヤマトと共に出撃した1945年4月7日、浜風も撃沈された。武田は、重油の海を泳ぐこと5時間、駆逐艦、初霜に救助された。以後は、内地勤務となり、 終戦時は海軍水雷学校文校の教官を務めていた。戦後、浦賀上陸常識官として、福音業務に携わり、坂巻とも再会している。住院招集解除後の1946年4月、東京大学経済学部に入学。卒業後に、三菱電機、三菱プレシジョンなどに勤務。 2006年2月14日午前9時30分頃、肺炎のため死去、去年85、ありがとうございます。